これ大丈夫なのかな？中2のマスター13プラス。これ再現だよね。スライド譜面の再現ってもう尋常じゃなく高いから、結構これもうチューニズムやりに行く意味を、ね、意味が見出せなくなっちゃうかもしれないけど、なんで抜けた？てかさ、なんか動物盛りやりすぎてさ、なんかもう手の感覚がおかしいんだけど、もう音ゲーの手じゃない、これ。陽キャの手になっちゃった。どうしよう。ねえ、俺もう音ゲーの違和感しかないんだけど、なんか手のコントローラーの手で。ちなみに僕の動物の森実況面白いと評判らしいので、ぜひ見てやってください。このバリスタコーヒーの名前しか出てこないけど、このバリスタ、あれなんか俺の動物の森のテーマ曲になってくんねえかな。絶対無理が。これなんか これテーマ曲だったら面白くねえ。なんか動物の森、唐突にこの曲が始まってたら面白くねえ。なんかちょっと全然面白くなかったみたいな。で、擦れないからそれ無理じゃない？だってもう指押しとかさ、そういう次元じゃなくてさ、だって擦る用の譜面なのに擦れない譜面は、だってもうじゃあどういう譜面になるよね。手こき禁止でどうやって活かせるのみたいな、そういうことだよな。結構さ、でもなんかもう本当に指押しに関しては僕も上手くなってると思うんで、上手い下手かは置いておいて上手くはなってるんですよ、昔より。だからまあ、トゥルルルルルル9本。なんで9本が出てきた？なんで今9本って出てきたんだろう。そこはね、卵みたいな。なんかさ、もうこの譜面再現なのは分かるんだよ、すごく。だけどさ、やっぱ本家でやりたいな。俺いつも上手い人の動画見ながらエアプしてるだけなんですけど、だからチューニングやってないとはいえ、最近の13プラスの譜面が逆難易度詐欺とか、そういう情報とかいろいろ持ってるんで、まあ、話にはついていけなくもなきにしもあらずみたいな感じなんで。これ曲が終わるまで俺絶対フィニッシュ押さないからな。よし。犬みたいになっちゃった。紙譜面ヒロヒロが帰ってきた、みんな。ね。この曲めちゃくちゃ好きなんだよな、俺。なんか、エイプリルフールになったじゃん。だから、それもあって、なんか、ちょっと思い入れが変わってきちゃうみたいなね、感じのとこあるけどな。懐かしいな、この曲やんの。ボーイズの曲だよね。ね、もう、ボーイズなんかもう、唐突にそういうの入れてくる。なんか、ボーイズなんかもう、オワコン化してきてる。なんかもう、本当に悲しいんだけど。だからさ、本当にメアノールとかネルフ入れれば絶対バズると思うんだけど。レイアークは何を考えているんでしょう。本当に。ネルフメアノール入れれば絶対みんなやるよね。って思うんだけどな。なんか、ね。だからさっきのバリスタとか入れてほしいんだけど、どうだろう。ね、なんかいちいちなんかおしゃれ譜面じゃない、これ。ああ、俺立てれん。俺さ、なんか結構みんな得意って言うけど、俺立てれんだけは本当にできない。あ、それ、あ、これ好き、これ好き、今のが好き。やれば分かる。やると楽しいんだよな。てて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 て。あ、ここ曲がいいよね。ねえ、この曲さ、ここのサビがあってからの2番目の半音上がるサビみたいなやつがね、すごいいいんだよ。あ、なんかボーイズ久しぶりにやりたくなってきたって言おうとしたけど、あんまりやりたくならなかった。ごめん。俺自分に嘘つけないんで、本当に正直なことしか言えないんで、正直に言うとあんまりやりたくなってなかったわ。ごめん。曲は聴きたくなった。うわ、いい曲だよ、これも。え、なんかさ、もうこの背景よくよく考えたら、これめちゃくちゃエモい。サイ、お前サンプリングマスターズメーカーじゃない、なんだっけ、イノセントノイズさん忘れんのよ。イノセントノイズさんじゃない、なんだっけ、白丸さん忘れんな。白丸さんを、ヒロヒロサイだけじゃないぞ。あ、白丸出てきた。あ、シロンか、シロンさん忘れんなよ、ほんとに。トゥトゥーン、ドゥドゥルル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 ル本当にこれカラオケで歌いたいからね。米津玄師リミックスとかでちょっと歌ってほしいわ。いや、いい曲、本当に。ちょっと切ないんだよね。あ、なにこれ。あ、え、なにそれ、めちゃくちゃ好き、そういうの。え、あ、もうこれいい、これちょっと今度譜面作る機会があったら、ぜひこれパクるわ。
あ、もう先にパクるって公言したらもうパクる分には僕入らないと思ってるんで、先にヒロヒロさんに言っとくんですけど、このギミックちょっとパクらせてもらえば今度譜面作る機会があるんでっていう感じで終わります。ありがとうございました。普通に紙譜面になったらぜひ皆さんもやってみてください。でボーイズのことも皆さん、私のことは嫌いになってもボーイズのことは忘れないでください。